ヒラの仕様の人気の秘密、彼がたくさんの人に愛される理由とはキンプリとしてデビュー以降、気がつきやトップ独走してきたヒラの仕様。カメラが回らないところでの彼の素顔とは ?22 日、キング・アンド・オブ・ス・ヒラの仕様がグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場する。これまでステージ上でたくさんのファンを魅了してきた部屋。 カメラが回らないところでは意外な一面を見せていて、近くあらゆる分野で才能を発揮平野は2018年に金プリとしてデビューして以来、輝かしい功績を残してきた。ステージでは難易度の高いダンスを華麗にこなし、ドラマに出れば巧みな演技で見る人を引きつけ、バラエティ番組では天然な言動でお茶の間を和ませる。 あらゆる分野で才能を発揮し、ジャニーズの中でも絶大な人気を誇る。四角ストイックな一面一見、輝かしい道を歩んできたように思えるが、それは地道な努力に裏打ちされている。あるテレビ局関係者が語る。平野さんはジャニーズに入る前からダンスをやっていたのでもともと高い技術を持っていました。 デビューしてからも現状に満足せず、難易度の高いダンスにも挑戦し、常に高みを目指していた印象です。キンプリはブレイク後も全員でダンスのレッスンを受けていましたが、平野さんは特に熱心で、人一,一倍練習を積み重ねていたそうですよ。テレビ局関係者。目標のために努力を惜しまないストイックな性格なのだろう。 近く、庶民感覚を忘れない、ストイックに仕事に取り組み、人気アイドルへの道を突き進んだ部屋。前でのテレビ局関係者は、彼には意外な一面があると指摘する。誰よりも庶民的感覚を持っています。ライブで自分の水筒を持参したり、日用雑貨を買うときは特売費を狙うなど、無駄遣いをしない印象です。 過去のバラエティ番組や雑誌のインタビューでも、1300円のかき氷に、高い、と驚いたり、YouTube プレミアムで月額1000円前後払うことをためらっていましたからね笑い、前でテレビ局関係者。平野市要は、スターダムに乗し上がったにもかかわらず、常に庶民的な感覚を忘れずに生活しているようだ。 四角鉱物はあの、庶民フード、堅実な生活スタイルであることが伺える。日頃の食生活にもそれが現れていて、牛丼が大好物で仕事終わりに食べることも多いそうです。特に、好きあの、トロから離散種のチーズ牛丼がお気に入りだと言います。前でテレビ局関係者。過去のバラエティ番組でも、牛丼を美味しそうに頬張る姿が印象的だった。 この瞬間に幸せを感じていたのだろうか。人気アイドルになっても地道な練習を積み重ね、派手に遊び歩くことなく、庶民的な感覚を持ち続ける。このあたりも平野がたくさんの人に愛される理由の一つかもしれない。平野潮はジャニーズ事務所を退所し、新たな道を歩むことになったが、彼の才能とストイックな性格はこれからも光り続けるだろう。 カメラが回らないところでの彼の意外な一面を知ることで、ますますファンの心を魅了することだろう。彼の成功の裏には、努力と庶民的な感覚があり、それが彼の魅力の一部なのだ。今後の彼の活躍に、ますます期待が高まるばかりだ。